DJ だったりトラックメーカーとして活動しておりまして、モテる人、強い人、動く人、正直な話言うとジョンストンさんはあんまり饒舌な感じではなかったですね、うん、どうもしゅんです、こんにちは。はい、ということでですね、今回は ABEX さんのオフィスにお邪魔してるんですけども、今回は ABEX さんの合格者の方に面接の再現をしていただきます。実際の ABEX の人事の方にもお越しいただいて、リアルな面接をお届けできたらなと思っております。本日面接いただく小川さんと辻さんです。簡単に自己紹介お願いします。2012年の新卒入社した人事の小川と申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、2018年中途で入社いたしました人事の辻と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。23卒で ABEX さんに受かって入社されたジョンソンさんです。よろしくお願いします。 ABEX 2023年4月入社いたしました、ジョンストン・ユと申します。お願いいたします。よろしくお願いします。旬ダイアリーとジョブ TV のライブ配信も登壇いただけるということなので、下の概要欄からぜひ応募いただけたらなと思ってます。じゃあ早速面接の始めていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速ではありますが、1分間程度でですね、ジョンストンさんの方から自己紹介の方をしていただければと思いますので、お願いいたします。はい、本日は貴重なお時間をいただきましてありがとうございます。私、立教大学から参りましたジョンストン・ヒューと申します。私は、エンタメ業界の皇帝ペンギンとして、学生時代は、DJ だったりトラックメーカーだったり、あとライブイベント制作、あと海外のレーベルでインターンシップ等をやらせていただいております。本日は本当に死ぬほど緊張しておりますが、よろしくお願いいたします。お願いいたします。お願いします。質問に入る前に、服装自由っていう感じの中で、それは古着ですか？あ、古着、なるほど。古着好きとしては気になるポイント、めちゃめちゃ気になってましたよ、ね、僕はこの勝負の場にその服を選んで、ポイントってどこですか？まあ、まず今出回ってないってところがポイントで、自分にしか着こなせないというか、まあ、そういったところを自分自身の良さみたいなところをアピールできたらなと思って、今日も着てきました。はい、素晴らしいですね。ありがとうございます。そういうちゃんと考えられたのがすごいな感じという、こんな空気で質問はいいですかね。はい、アーティスト活動をしていたっていうのをちょっと聞いているんですよね。どんなアーティスト活動をしてたのかとかって、ちょっと詳しく聞かせてもらってもいいですか？はい、DJ だったりトラックメーカーとして活動しておりまして、まあ、実際にその Spotify だったり Apple Music だったり YouTube 等で、音楽をリリースさせていただいておりまして、結果的に200万回再生を獲得することができたというところが私の活動内容となっております。すごいですね。ちなみにどこで DJ とかしてたんですか？まあ、今ないんですけど、まあ、新木場のアゲハだったり、うん、あと渋谷のキャメロットだったり、うん、ブームというところでもやらせていただいておりました。どれぐらいの規模感で人が集まったりしたんですか？多い時だと、まあ、1000人くらいだったりみたいなところもありました。はい、なるほどね。今日君さんもめちゃめちゃ緊張してるって言ってて、どっちが緊張します？全然こっちの方が緊張してるんですけど、なんかそのまあ、実際なんか DJ とかしてる時とかは、まあ、なんていうんですかね、逆に緊張しないというか、もうなんか好きなものなんで、もうそのままやるのみって感じでした。はい、別人格になる感じなんですか？別人格まではいかないと思いますけど、まあ、本当自信持ってできるというところはあります。なるほど。仕事モードのスイッチを入れるときも結構それに近いものがありますかね？好きなものを仕事にするってなったら、そのスイッチがやっぱり入る感じですかね？そうですね、もう責任もありますし、もう自分でやってやろうっていう気持ちで、はい、臨んでおります。いわゆるサブスクリプションのサービスの中での200万再生って話もありましたけれども、ご自身で再生回数を伸ばすっていうふうにするときに、なんか取った施策とか何かあったりしますか？はい、3つございまして、ダンスミュージックに根強いレーベルの方をピックアップして、まあ、そこに自分の楽曲のデモを送り続けるというところが1点目になります。で、2点目なんですけど、どういったところが、まあ、今実際にホットなレーベルだとか、ホットなプレイリストインができるだとか、まあ、そういったところも自分で調べて、まあ、実際にアプローチしておりました。で、3つ目なんですけど、まあ、そのインスタグラムで、まあ、その国内外問わず、まあ、いろんな音楽活動をやられている方と一緒にエンゲージメントグループというものを作りまして、まあ、その中からまあ20人ほどで、まあ、皆様の投稿をシェアし合ったりだとか、まあその楽曲のインプレッション数を稼いでいくみたいなところを重点的にやっておりました。なるほど。自発的に、まあ、営業とか行動して、マーケティングもして、コミュニティも作って、すごすぎません？そうですね。なるほど。音楽の話をしてたら今めちゃめちゃ緊張がほぐれてきたと思って
だんだん炎が出てきましたね、目に。アーティストだったりトラックメーカーとしての活動をされてきた中で、なぜそっちの道ではなくて ABEX の社員になりたいのか、そしてなんでここで受けてるのかっていう部分も教えてください。私はまあ本当に自分自身でもアーティストとして活動していこうと思っていたんですけど、まあ、実際にその活動していく中で、まあ、その再生数を上げたいだとか、もっと自分自身の楽曲を広めたいというところで本当のめり込んでしまいまして、まあ、その中で自分の耳を壊してしまいまして、まあ、そこから自分自身に何ができるのかというふうに考えたときに、まあ、実際にこうやってダンスミュージックがある ABEX さんに入りたいと思うずっと思っていたので、まあ、そういったところから、まあ、その海外のレーベルのインターンシップに応募してみたりだとか、自分自身の音楽活動とはまた別に、まあ、その裏方としてやれることはないかとずっと模索しておりました。ありがとうございます。実際にご縁があって弊社に入っていただいた場合、何がやりたいですか？ここは大きな夢をこう描いていただきたいなと思っております。これが私の最後の質問です。はい、で私の大きな夢といたしましては、まあ、ダンスミュージックの再ブーム化というところで、まあ、実際にダンスミュージックにルーツがある ABEX に入って、まあ、その中で A&R として制作舞台の一員として楽曲を、まあ、第一線から創出していきたいなというふうには思ってます。はい、ありがとうございます。ぜひムーブメントを起こせるような、はい、そんな方になっていただきたいなと願っております。はい、ずっと音楽の話とか音楽が好きっていう熱量みたいな話はずっとあったと思うんですけど、はい、なんで音楽が好きになったとか、好きになったきっかけみたいなものとか何かありますか？結構昔の話になっちゃうんですけど、まあ、自分自身が小学校の低学年ぐらいの時に、まあ、自分自身の母親とドライブしている時だとかに、その母親が結構 EXILE さんの曲をかなり流していて、もそこに僕も乗っかるというか、そういった形でもノリノリになりながらみたいなこともあったので、そこから自分の音楽に対する熱意というか、まあ、そういったものが芽生えてきたのかなとは思ってます。当時からこういろんな親御さんとかで聞いて、聞く時のその楽しさみたいなのが熱意に変わってたんですかね？そうですね。あ、なるほどね。ありがとうございます。まあ、ABEX を志望した理由、志望動機を聞かせてもらってもよろしいですか？はい、はい、私は ABEX さんに、強い魅力を抱いております。というのも ABEX さんはダンスミュージックにルーツがありまして、私の夢を実現できる環境がここにあると思い受けさせていただいております。私は ABEX さんに、サマーインターンの時にも応募させていただいたんですけど、まあ、落ちてしまいまして、まあ、そういったところから、音楽周りの活動をもっと頑張っていこうという思いで、また本日決意を持って覚悟を持って受けさせていただいております。よろしくお願いします。ありがとうございます。最後にジョンソンさんの方から弊社側に対して逆質問という形で何か質問があればお願いします。はい、1点ありまして、実際にその若手から活躍したりだとか、まあ、裁量を持ってやりたいだとか成長していきたいみたいなところが自分自身結構強くて、まあ、そういった環境は実際に ABEX さんにあるのかというところと、まあ、そういったところで活躍されている社員の皆さんのマインドセットみたいなところを教えていただけるとです。はい、質問ありがとうございます。今こう描いていただいているものについては全て環境としては整っているかなと思っております。それは打席に立つというチャンスの回数であったりとか、積極的に挑戦をさせるというカルチャーでもあったりしますので、非常に強い会社かなと思っています。ただこの熱量というのが非常に大事で、熱量というものが全ての原動力なんですね。それは何かを考える時間であったりとか、インプットする時間もそう、そして行動に移す時の全ての原動力になるかなと思っているので、こういった部分を持ち合わせている社員っていうのが非常に弊社の中でも多いと思ってますし、活躍する社員の特徴でもあるかなというふうに思っております。それでは面接は以上となります。結果の方につきましては別途ご連絡のさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということで面接お疲れ様でした。どうでしたか？ちょっと緊張しすぎて自分でも何言ってるか分かんなかったんですけど、はい、あの頃の記憶が蘇ってきてちょっと懐かしい気持ちになりました。おー、ありがとうございます。 ABEX さんがどういう人を採用したいかっていうところをお聞きしてもよろしいですか？今オフィシャルで掲げている求める人物像のところなんですけれども、はい、3つ挙げておりますと、モテる人、強い人、動く人。このワードだけ聞くと、うん、アホかみたいに思われてしまうかもしれないですけど1個目モテる人ですか？
モテる人、はいはいはい、でモテる人っていうのは異性とかではなくて人からモテる人っていうところ、うん、例えば一緒に仕事やるでもいいんですけれども仕事をすごい頑張ってくれるよねとか頼りになりますよねとかってその人の魅力何かがあると思っていて、うん、そういった意味で、まあ、人を引きつける魅力のある方っていうところでモテる人、うん、2つ目強い人というのが、まあ、これは心身ともにというところではあるんですけれども結構この一番最初の入り口のところで夢とかってすごくこう描いていただいてるんですけれども仕事を慣れてきたりとかするうちにですね夢っていうのは結構小さくなってしまうではないんですけれどもだんだんと最初に描いた夢っていうのは変わってきたりもしたりするので本当に泥臭いお仕事みたいなところもいっぱいあるんですけれども最初の夢みたいなところは芯をしっかり持っててほしいなっていう思いを込めて強い人と歌っております。で最後の動く人っていうところがフットワーク軽い人っていうところでもあるんですけれども、まあ、エンタメ業界っていうのが世の中の情勢みたいなところに影響を受ける機会がすごく多いのでそういった方向転換みたいなところも順応しながらそしてこう楽しみながら進んでいけるような方っていうのを求めております。ありがとうございます。じゃあそのモテる人強い人動く人っていうところにジョンソンさんが、まあ、マッチしてたっていうことだと思うんですけど、うん、今日の面接聞いた上でなんかどういう部分が良かったかっていうところをお聞きしてもよろしいですか。正直な話言うとジョンストンさんはあんまり饒舌な感じではなかったですね、うんうんうん、本当に根本的なその業界との親和性みたいな人間性の部分で、